ついに朝 86 のクライマックス放送。22は3月12日夜23時30分。23は19日の夜に放送予定です。秋アニメから放送し、残りの2話が遅れることから炎上したがついに放送される。本当に待ったよ。おいおい、ちょっと待て。うん、なんだ。お前たちは誰だ。ここは俺の動画だぞ。ああ、そういうことか。あまりにも君が下手だから、私、アリアルが来てやった。ちなみに私は、名前がないのでお名前募集中です。そんなのどうでもいい。早く出ていけ。いいのかな。このままじゃ、うまくいかないよ。まあ、私たちに任しとけ。わかった。もし下手だったら、すぐ出てもらうからな。よし、わかった。それでは、早速始めようか。やろうやろう。みんな、待たしてごめんね。早速、86はどんな物語なのか話していこう。星暦2148年、サンマグノリア共和国は隣国ギアーデ帝国が投入した完全自立型無人兵器レギオンの侵攻に対し、同様の無人兵器ジャガーノートを投入、流血なき戦場を作り上げることで脅威を退けていた。しかしその実態は、多数派民族である白系種以外を人間と見ささない狂気の差別思想から生み出された有人搭乗式無人機であり、搭乗させられた少数派民族は共和国85行政区の外へ追いやられた人型の家畜86と蔑まれながら絶死の戦場を戦い続けていた。そんな中、白系種でありながら軍内で差別政策撤廃の活動を行う士官裏切れがミリーゼは管制担当者に多数の退役者や自殺者を出し、死神と呼ばれる86がいる部隊の管制を任され、自国が目を背け続けていたレギオンの真実を知ることになる。はい、ここまでが1クールのざっくりとした話です。あらすじだけで長いよ。1クールでは86とは何なのか、86の命がけの戦いやミリーゼの過酷な現実的に注目なお話でした。あと制作会社の A1ピクチャーズらしい戦いが良かった。戦い1クールラスト、86たちは共和国から外れた戦いを強制され、シンとミリーズの連絡は途絶える。86は先に進み、ミリーズはシンたちがいた基地に訪れていた。そして11話レビオンによってシンたちは敗北した。これでもう終わりかと思って本当に悲しかったけど、なんと続編発表され、2クール目が2021年冬に放送した。2クール目はミリーゼが全然出てこなかったよね。でも一番は友人ランツの死がものすごく悲しかったよね。ああ、わかる。でも私はやっぱり21話かな。迫力満点だったし、かなり感情的なストーリーだった。そして2クール目のミリーゼの代わりはフレデリカ・ローゼンフォルトが代わりを務める。結構人気だったフレデリカは何なのか説明しよう。スピアヘッド戦隊が出会う謎の少女、10歳という年齢に似合わない老成した口調で話す明晰な頭脳の持ち主だが、まだ年相応の子供らしい部分を見せることも多い。その正体はギアーデ帝国最後の女帝であり、ギアーデ連邦の暫定大統領エルンスとシマーマンがその後ろ見人となっていた。本名はアウグスタ、フレデリカ、アデル・アドラーという。フレデリカちゃん可愛かったよね。時々見せる子供らしさが可愛いよね。やっぱり寝起きが一番可愛かった。そして明日22話が放送、シンが爆発に巻き込まれてどうなったかが期待です。はい、どうだったでしょうか。86のクライマックスはどうなるのか、明日を期待して待ちましょう。この動画ではアニメ紹介や感想、そしておすすめ漫画など投稿しています。アニメが好きな方はチャンネル登録をお願いします。そして86クライマックスが楽しみな方は高評価をお願いします。あれ、誰か忘れてるような。まあいいか。それでは次の動画で会おうね。バイバイ。